ついに番組の衣装のままここに座っている意味がなぜかと申しますと、はい、こんばんは。ついにできました。もう私は早く飲みたいのでちょっと手短に行こうと思いますが、なんとシルドラが出来上がって届きました。今まで見せてたのは空のボトルだったので、なんか感慨深いでございます。感慨深いでございますって言葉おかしくなってるもんね。来たよこれ、ヘイゼイセッション IPA、 アルコール度数 4.5% シルドラ。もう泣きそう。もう瓶の外からでも分かるヘイジー感が素晴らしい。泣ける。もうちょっと泣ける。よし、ということで早速今日はこれ、出来たてほやほや、出来上がってすぐが美味しいからぜひ届いて皆さんもすぐ飲んでほしいですけど、その一番すぐの1本目を私は今回いただきます。やっと構想5ヶ月、はい、頑張ってきたシルドラちゃんです。ついにいただきます。なんだろう、早く開けて飲みたいんだけど開けるのが怖い。ということで、いただきます。記念すべき初シルドラ、大島プロデュースクラフトビールシルドラ、いただきます。開けます。なんだろう、言い忘れてることない？開ける前に。いいね、もうなんとかなるね。はい、いただきます。これはジュースかなってぐらいフルーティーな香りがする。ヘイジー、あ、ちょっと入んない。入るか、入んない。よし、見て、超綺麗。もうこの、見て、もうね、この距離からでも香ってくるホップのフルーツの香り、では記念すべき初シルドラです。みんなで頑張って作ってきたシルドラをいただきます。乾杯。いい香り。おいしい。泣けてくる。おいしい。いや、これはね、チェイサービールだ。まあ、当たり前だよね、チェイサービール作ったんだもん。いや、でもすごい、なんで涙ぐんでんだろう。おいしい。あのね、ちょっと想像していた通りなんだけど、それをね、ちょっとやっぱ上回ってるね。なんだろう、それはね、私のやっぱりこの気持ちが入っているからっていうのはあるとは思うんだけれども、まずね、香りが あまりにも華やか、爽やかで華やか、もうトロピカル。これはもう目つぶって香りを嗅いだらもうそこは南国。だし、なんだろう、飲み心地、ドリンカビリティっていうやつが高すぎてマジ水。まあ水っていうのもおかしい。もうなんかチェイサーですこれは。いやー、ついに出来上がってる。苦味は本当にない。苦味は本当にないから、もうごく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 飲めるし、これね、今私頑張ってストップしてここでやめたけど、これね、いつものこの
なんだろう、撮ってない時の私の、あの晩酌だったらもう多分もう一口で簡単に飲めちゃってただろうなっていう感じです。炭酸もねそんなに強すぎないから、だからこそ本当にごくごく飲める。いやこれは美味しいよ、これは美味しいよ、あこれは美味しいよ。いやーよくぞこの世に生まれてくれた。いやーそして本当にこの一本が出来上がるまでのいろんな苦労といろんな、なんだろう、日々、うん、本当にたくさんの方々の努力が詰まっていると思うと、もうチェイサービールだけど、本当にチェイサーとしてなんだろう、ただただ飲み流してしまうのはもったいないなって思うんですが、あのぜひ楽しんでほしい、はあ、感動ってなわけで、このシルドラちゃんが今日から本販売なわけですけれどもね、なんかどうやら聞くところによると結構いろんな方に順調に買っていただいているようで、もう本当に嬉しい、心から嬉しいし、早くみんなで一緒に乾杯したいね。ね、すいません、ちょっと先にお先に乾杯しちゃってすいません。でもちょっとあの何でしょう、あの大島ゆかりプロデュースといったからにはちょっと一番にやっぱり飲ませていただく、ね、権利はあるかなと当たり前だね、はい。いやー、でもね、もう何だろう、飲めば癒しの風が吹くってあの説明が書いてあったけど、マジでもうほんとその通り、その通り癒しの風だし、なんていうか嫌なものがザーって洗い流されていく感じだし、水分補給になるし、これだったら本当にビールとビールの間に飲んで心地よく切り替えられそうだなっていう感じがします。あー飲んじゃうのもったいな飲んじゃうのもったいな。お疲れ様でした、ね、ぜひ皆さん6月半ばシルドラちゃん楽しんでください。シルドラちゃん楽しんでくださいありがとうございました美味しい、嬉しい